大家好我们是猴子バシーモンキーマジックです、はい、こんにちは、こんにちは。来自日本的流行摇滚乐团猴子把戏，暌违将近两年后再度推出全新专辑。这次的专辑《猴子把戏》独特的风格，描绘出成员们脑中对于日本的概念。成员们发挥各自的音乐特性，让歌曲带有每个人不同的色彩，却又相辅相成，完成了这一张令人耳目一新的作品。この作品は。昨年去年僕たちモンキーマジックは、初めて日本全国全ての県を巡って、改めて日本の良さだったりこう神秘的な部分っていうものを、感じてきたんですけども、その感じたものだったり思いっていうものを作品に、神秘的に詰め込んだので、ぜひ、皆さんに、謎を解いてもらいたいなと思っております。そうですね、もともと AI am Human と Is This Love の、ね、2つの曲で、Cyborg 009 の話がアニメの話が来た時に、ちょっと面白いジャパネスク的な、音を作りたんですね。でそこからどんどんコンセプトのビジョンになりました。猴子把戏日前完成了在日本47都道府县的巡回演出，在巡回的过程中看尽了日本各处后，才选择用这次专辑名称来代表他们眼中的日本。僕は倉敷ですね。倉敷本当に伝統的な町で、近くにねたくさんレモン畑もね、ちょっとあれ四国の近くにあるんで、そうすごくこう観光客としては多分最高な、トラベルもできてて、まずその倉敷から尾道ってね、その辺のね、日本は大好きです。そうですね、そして伊勢っていう場所ですごくだから、ね、今回の、去年のツアーで、いろんな見たことがない日本を見つけて、伊勢に行った時に本当にすごいびっくりした。外国人もいっぱいいたし、中国人もいっぱいいたし、すごい感動しましたね。行った時にすごいスピリチュアルなところでしたね。そうですね、僕も若干目などと被っちゃうところあるんですけど、広島の尾道から、愛媛県の今治っていうところまでずっと自転車で、何キロぐらいだっけ、80キロぐらいかな、80キロぐらいをゆっくりゆっくり、半日ぐらいかけて、ロードバイクに乗ってみんなでこうずっと、走ったことあるんですけど、ファンの方やりましたね、そうだね、ファンの方たちとも日本のファンの方たちとも一緒にこう走ったりとかしたんですけども、そこは本当にこうサイクリストのこう聖地って言われてるすごいスペシャルな場所なので、ぜひね、自転車もたくさんレンタルもしてるんで、ゆっくりゆっくりこういろんな島々を自転車で渡って気持ちいい風を感じてもらいたいなと思います。台湾のファンと、やりたいんです。やりたいね、台湾で台湾でやったら申し訳ない。おすすめといえばだよ、我々モンキーマジックは普段東北仙台に住んでるから、やっぱりどっちかっていうと南の方が盛り上がるんだけど、もしかしたら、台湾とかもやっぱこう南の国来たって盛り上がるんだけど、もしかしたら台湾の皆さんにお勧めしたいのは逆に上の方、我々のホーム東北の方来てみてほしいなっていうふうにはちょっと思いますね。なんかすぐ行けるしね、3時間で行ける飛行機に乗れば牛タン食べに来てほしいね。牛タン食べに来てほしいなと思います。不仅仅是日本而已，已经五度来台湾开唱的他们，对于旅游景点九份印象相当深刻，还有台湾的在地美食让他们念念不忘。每次来到台湾，总不忘要大吃一顿。台湾のこと考えてます。いつもいつ行こうかなって思ってる。ここにたくさん友達もできたし、ファイアックスのサムさんとかもよく連絡してるんですけど、
いつ行こうかなってなかなかね時間が見つからないけど、こうやってライブでね仕事で行けるのはすごく嬉しいし恋しいところですね。まあ食べ物、まあやっぱ食べ物は大きいんですけど、やっぱ友達がいっぱいいるので、あとまだまだ台湾見てない場所たくさんあるし、僕まだ台中の方に行ってないし、ケンディン前回いたんですけど、うんね、素晴らしい国でね、本当に大好きです。僕ね前々回で牛肉麺食べて、あそこの場所もうちょっと夜だったんでちょっと飲んだ後に行ったんですけど、あの味はもうまた食べたいなと思って、いろんな麺前回1日3カ所行って、あ違う、全部美味しいんですけど、あ違う違うって、1日3回食べるのおかしいよって言われたでもあそこの昨日やっともしかしてここだったんじゃないかなって、最近リフォームされた、とても美味しいな、牛肉麺屋さんが、あるんですけど、そこ行きたい。ごめんそんなでいいですかどこ行きたいもう確かに毎回台湾に来るときにすごい楽しみにしてる。ライブだけじゃなくて料理ね、食いしん坊バンドなんで台湾の食べ物ほとんど全部美味しいですよ。今日もちょっと食べ過ぎた昨日もちょっと食べ過ぎたぐらい全部美味しくて、麺3つ頼んだよね。そうですねマジックナンバーだねかける3だね食べ過ぎた美味しいだもんそうですね、台湾、まあ本当に日本にいると台湾のことを、まあ、思って何を思うかっていうと、やっぱりライブ、ね、みんなの前で、楽しくねパフォーマンスしたいなっていうのももちろん考えてるんですけど、それ以外ではやっぱり真っ先に思いつくのは居酒屋さんですよね。なんかもう本当に僕らいつもね朝方までとかもずっとみんなでこう話しながらお酒飲むのが好きで、それで庶民的なそのね屋台というか居酒屋さんみたいな、海鮮居酒屋さんみたいなとこで小さい牡蠣が出てくるじゃないですか。牡蠣がねあんなに小さい牡蠣って日本じゃ食べれないんですよね。逆に日本だともう大きくして出荷しちゃうんで、だから逆にこんな小さくて味がすごく濃くて、あれ一口口に入れたらもう全部口の中海になるじゃないですか。でそれをね台湾ビールで流し込むっていうのはもう本当にこう素晴らしい文化だなって。でこう、ね、風がねこう暖かいじゃない、外の風が潮風みたいな、ね、でその暖かい風がまとわりついてちょっとじとってしてるのがまたビールを美味しくさせるっていうのがね素晴らしいなと、まあ、そのことばっかり日本にいると考えてます。なんか結局みんな食べ物の話ばっかりしてるけど、9分行ったみたいにっていう話だと、やっぱり俺は温泉好きなんで温泉行きたいなと思うし、あとやっぱり台湾だとビーチもいいよ ね。去年、日本全国ツアーやった時は沖縄でファイナルバーベキューやったでしょみんなで、ああいうのもやってみたいよね台湾でね。僕はねビートルズ のブラックバードをやるのが夢なんです。私は夢想今練習してますそうだね、でも確かにカバーソンってね今までそんなにやったことがないから、そういうアプローチでね多分面白いことできる可能性が高い、まあ、ビートルズ的な、あとよくまあ、私高校生の時にね Radiohead とかいろんなちょっとアルタナティブのグループ聴いてて、なんかああいうカバーとかねもうちょっとジャズっぽくにしたら面白いなと思った。あとビーチボーイズとか、あと最近ビージーズがまたちょっとブームで、いろんなビージーズの曲を最近聴いてますし、あとサイモン・ガーファンコ的 な2人で、もし例えばね2人でサイモン・ガーファンコのハーモニーの曲を歌ったら面白いな。そうですね、まあカバーことですよね。それかコラボレーションみたいな、他のアーティストとコラボしたら面白いな。ソロパーツやらせていただければ
僕マグロの解体ショーやりたいです。プロまではいかないけど、あのマグロは食べたことあります。そうですね、あのソロタイムやるんだったらやりたいことは、あのコメディアンのカバーやりたい。まあ、そんなに多くないんだけど、日本にもずっとさ音楽を使ったコメディアンいて面白いからそれやりたいなって。台湾にもいますか、音楽使うコメディアン。这次台湾演出除了跟歌迷近距离接触，他们还特别设计了限定版徽章来回馈粉丝，四种图案分别是臭豆腐、小笼包、台风以及珍珠奶茶作为代表。幽默的风格都是来自藤原亲手画出对台湾的印象。手艺不凡的他们，私底下也是 DIY 的爱好者吗？私は最近あの DIY ですね。新しい家が最近買って、最近全部リフォームしてる。だから今日ね、ここに来て。なのちょうど入った時にすごい綺麗なと思って、真面目なやつ使ってるなって、ちゃんとしてるやつも使ってるし、なんかすごい最近細かい、さっきねレストランでもレストラン入った時全部のリフォームのことすごい細かく見て、あこれいいね、これ家につけばよかったなって。そうそうそう、 DIY 系ですね、オフは。そうですね、僕はまあ山に入るのが好きですね。山、自然に触れ合うというか、山に入って山菜取ったり、まあちょっとねそういうことするにはまだ若すぎるかもしれないですけど、でもまあ本当にこう自然と触れ合ってるっていう時間が好きなんで、本当に誰もいない山の中に入っていって。でこう動物の足跡を追っかけてったりとか、 なんかそういうことするのが好きですね、うん、そうですね、まあ、タクスとよく被るんですけど、ここはでも、まあ、タクスと山菜取ってなければ僕の趣味は、テニスです。テニス見ることも練習することも、最近やっぱこの季節なんでちょっと日本は暖かくなったんで、うん、一応毎日はボール持って歩いてます。で、気が向けば、うん、ちょっと練習してます。そうですね、最近はちょっと時間があると温泉に行こうってしてることが多いから、なんか例えば朝、まあ、起きてなんかいろいろやって洗濯とかしてコーヒー飲んで、今9時だと思ったら、あれ予定が1時からだから行ってこれるんじゃないかなと思って行きたい。でなんか大きい休みの話じゃないんだけど、温泉好きです。先ほども言いましたけど、本当にいつも台湾のことを考えてます。皆さん毎回今回で5回目、単独ライブなんですけども、なんか本当に力たくさん皆さんからもらって、そうやってこう日本に帰ってきてすごくリフレッシュできるし、たくさんいい思い出作ってるのはすごくいつも感謝しております。なので今回もすごく盛り上がったし、次はまた、皆さんと会いたいです。よろしくお願いします。あとね、日本に来たらぜひシェンタイに来て、美味しい、牛肉、牛タン食べてください。うちは普通に間違えるって言うんで、よく見てたら声かけてください。ありがとうございます。这次推出的作品共收录了11首歌曲，还加码收录记录了他们在十七道府巡回演唱会时的 DVD。 所有的歌迷不能错过这张最完整的猴子岛戏。I just don't know